吉野敬吾は日本のプロレスのレフェリー。中学の同級生とコンビを組み m マイナス1、グランプリに出場するなど芸人として活動。プロレス好きの芸人が集まったイベントにレフェリーとして参加したのをきっかけにレフェリーとして大阪プロレスに入社。2007年6月30日、大阪デリフィンアリーナにて小峠敦し体、ただすけでデビュー。 2008年3月15日、デリフィンアリーナドートンボリ大会でのブラックバッファロー対、ヒデヨシ戦の試合中に巻き込まれて、左上腕骨粉サイコ施設の重傷を負い全地球、か月と診断されるも3か月後には医師に無断でリングに復帰。この影響で今でも左上腕には8本のボルトとプレートが埋め込まれている。大阪プロレス入社当初よりレフェリーと並行して、 団体職員としても働き、他団体選手や外国人選手の招聘を担当していた。2010年秋頃より関西を中心に展開しているパチンコ情報のフリーペーパーにコラムなどの連載を開始。2014年4月、大阪プロレスの活動停止に伴い、先駆者に移籍。活動拠点を東京に移して、プロレスリングフリーダムズ、スターダム、 東京女子プロレスなどでも裁くことがある。また、ニコニコ動画のニコニコプロレスチャンネルの大阪女子プロレス中継では、ガミと共にコメンタリー実況を務める。2017年2月3日、先駆者から魔界に移籍。ありがとうございます。